皆さん、こんにちは。ナミスタです。今日は、ヤンダーとサットの対決になります。よろしくお願いします。ピフォーク、カビゴン、ラグラージュ、爆風、怪力、ギャラドス。はい。初手は多分、ピフォーク、味覚でしょう。ギャラドスもあるか。カビゴンはないかな。よろしくお願いします。ラグラージとかあり得るかな。うん、ですよね。ムクホーク、相手を威嚇しています。ペトピアのロマンチックな夜景の中にポケモンたちの勇姿が浮かび上がります。これはトンボ帰り。ラグラージ呼ぶと思うんで、どうしよう。オッコーラー、いきなりポケモンを戻します。ザードンの登場です。さあ、バトル開始です。戦闘はアタッコーラー、左大技がヒット。細かロシアムは緊迫した雰囲気に包まれています。オッコーラー、ここでポケモンを戻します。スタリオの登場です。強烈な一撃、オッコーラー何とか持ちこたえた。無駄に食らいすぎですね。多分エッジしてるな。どんな展開を見せてくれるのでしょうか。ゆかり、攻撃の体勢に入ります。猛烈な一撃、頭に食らってしまった。爆裂パンチ、マジか。爆裂パンチが炸裂。これは耐えきれない。ついにダウンです。しかし体調が万全ではありません。ここまでの戦いで残っているポケモンの数は5部と5部。まだどちらにも勝利のチャンスがあります。バレーパンもあるかもしれないな。オッコーラー、ここでポケモンを戻します。シャーナイトの登場です。マジか。相性が良くない。
さあ、まだどちらにも勝機があります。ここからどんな展開を見せてくれるのでしょうか。次なんですよね。次が問題なんですよね。ラベラージないんでしょうね。マグフーンの登場です。バトルはいよいよ大詰めを迎えています。マグフーンか。青くコーナー、ここでポケモンを戻します。リザードンの登場です。しかし体調が万全ではありません。ガガ決まった。決まっちゃうんだやっぱり。スカーフ噴火だとちょっとまずいんですけど、最後に残ったポケモン同士が向かい合います。コロシアムの興奮は最高潮に達しています。このサーナイド特攻全振りしないんですよね。ガガ決まった。これは大ダメージ、たまらずダウンです。ここで試合終了。赤コーナー堂々の勝利です。完敗ですね、これはね。ご視聴ありがとうございました。